皆さん、どうもどうもよろしく、私、ドラゴン TK です。ではね、今回もエンチャントアームやっていこう。では、行こう。戦闘があるか？あるな、やっぱり。楽やってるし、これやっぱね、フィールドやったらやっぱあるわね。まあ、あるにはあるんやけど、そんなに多くないことを願う、今回は。どうだろう、今回探索していきたいからね。まあ、今回探索のパワーでございますけどね。おいしょ、はい、おい、でもマジで探索のパワーではね、VP が結構上位すると思うんで、ちょうどいいというのね、ちょっとでも、わからんからこういう言い方しない。うわ、暑そう、落ちたら暑そう、うわ、怖っ、怖っちょっと怖いな。で、出てくるのがすごい微妙なところで出てきたよ。こんな上で戦ってる、落ちひんか俺それちょっと不安になってる。なんか、そこで聞きたい。いや、眠かったよ。あ、だいぶ眠かったよ。サクトクエスにこれ1体だけで1000ってやばくねえか。よいしょ。いや、あと行くとこねえよな。ないな。オッケー。それさえ見とけ、問題ない。よいしょい。なんかあるよ。なんか変な形に。なんか変な形にさ、置いてないこれ。絶対取れよっていう言い訳ばかりの宝箱の置き方で、え？ミミックミミックマジか、ありかそれ。え、いや、そうなの、ありか、マジか。え、結構硬い。え、待って、いや結構強い。よっしゃ、全員できたらもう終わりや。え、よっしゃい、終わったい。え、何これ、ほんま。あ、ファイヤーコア手に入れた。え、アツマ専用メガフレアラッシュを手に入れた。あ、いいね。あ、ちょっと待って、前回ね、終わってからちょっと成長の方にね、 SP 使ってもらったんですよ。あ、いけるわ、よかった。ちょっと怖かった。メガフレアラッシュ、これちょっとつけていきましょう。ハイフレアラッシュつけてるんでね、メガフレアの方つけていった方がいいに決まってるから。あちゃーい、メガフレアラッシュ。ちょっと待って、これフレアフォースって何？一緒やね。いらんね、うん、いらんね。で、あとは何かあるか。ここにこれがある。一体これはなぜ出てきた。ローズリップ、まあいろいろできるからね、作れるから。ローズリップかわいい、ローズリップかわいいよ。あ、エルドラーでも作れるやんか。いいんで作れる、よかった。そうコアマテリアルね。ちょっとウィンドウ10コア、あ、いいね。こういうのは買っていったらやばいから、かわいいよって。おい、ちょっと待て、あー、地の月銀が足らん6個足らん。ちょっと待って、早く、はいよ、早いように覚えたから、地のやつやね。あ、12個、あ、一応ね、4つでいけるね。メガスキルジェム、え、なに、え、フレンドジェム、なにこれ。 FP が200増加する。休憩のエーテル塊、より確かな勝利のために仲間との絆を強め、戦闘時の連携を促したい。おー、なんかいいの来たよ。これ何？ SP が8000増加、すごい。熟練者の成長さえ可能にする大変優れた一品、ぜひ有効に活用したい。確かに有効に活用したいよ。ただね、 TB ための結構金かかるから、いや、時間かかるから、これ買わんよ、さすがに。ここら辺買っといた方がいいと思うけどね。もう買われへんからさ。ここら辺買っといた方がいいね。神のやつはな、神のやつ。神シリーズは買っといた方がいい。
ンパウダーもね、辛いんやこれなんかかわいそう、なんかカリンとかがこれ辛いわねとか言いながら飲んでそうあ、そうや、間違えた間違えた間違えた、武器合成しとかんとね。よっしゃ、じゃあちょいとキャラクターの方で借りに行きたいと思います。そういうわけね、全部いってるやんな。そうやね、オッケーいけてるいけてるいけてる、よかった。よし、じゃあ先進んでいこう。あとは何もないね。オッケー、行こう。今回はね、この中のパートというよりも山頂ってことは何かあんのかな。え、抜けた先やん。え、山頂からまだ先やんの。ゴーレムとはいえ、あまりにやられるわけにはいかねえな。よっしゃい、いいね、素晴らしい。おっ、あー痛い。おし、いいね、素晴らしい。よいしょ、よし、これで山頂行くか。山頂に行く。山頂からどこに行くんかな、これは。うわ、怖っ。あ、あそこがあれか。ちょっとほんま怖いんやけどさ、これちょっと怖、ほんま狭しかも。落ちたら終わりやん、これ。いや、怖、ほんま。よう飛べるわ、こんなとこ。俺無理、怖すぎる。あ、来た。賢者の塔ってあれかしら。そうみたいだな。残念ながらその通りです。残念ながら来たくなかったんやろな、アライが。何が残念なのよ、まったく。賢者さんってそんなに嫌な人なの。いえ、気持ちよすぎるくらい気持ちの良い方ですよちょっとなんかもう、ちょっとだんだんとな、だんだんとさ、ライガーなんかもうどうでも弱音を持ちきてない。もうさ、ライガーのおっさんはほっといて、とにかく先に進もうよおっとこれだ。やはり来たの。は？集まった。賢者の塔へ行く気か。なんで謎の男おんねんな。あんたか。ああ、塔屋を救う手段を探しに賢者の塔に行くんだ。無駄だ。なんだと。無駄だと言ったのだ。私はすでに賢者にも会い、八方手を尽くし調べた。塔屋を救うすべはない。けど諦めなきゃ。カリンの時みたいにうまくいくやり方が見つかるかもしれねえだろ。あるいはそうかもしれない。だが救うすべの有無はもはや問題ではないんだ。なんだと。トウヤ自身お前の助けを求めていないのだから。だからお前はトウヤを救うことはできない。嘘つけよ。なんでそんなことがお前にわかるんだ。会って話したからだ。な、トウヤ、お前は本当に迷惑だ。嘘だ。トウヤは欲しい。クイーンオブアイスと共に。え、そう。嘘だ嘘だ嘘だ。トウヤはもう人間であることをやめようとしている。トウヤは、やつはクイーンオブアイスと融合しようとしているのだ。クイーンオブアイスと融合。ああ、自らがデビルゴーレムの一部と超えた存在となること。それが今のトウヤの目的だ。ふざけんなよ。ふざけてないと思うよ。お前の言葉なんて信じられるか。トウヤの言葉ならばどうなんだ。何、今までトウヤがお前に投げかけてきた言葉を思い起こすんだ。あれはトウヤは操られて。どこに操られているという根拠がある。まあ確かにそれは言われたらちょっと厳しい部分がね。それはすべてお前の都合のいい願望に過ぎない。
ィーン・オブ・アイズから奴を解放することじゃない。今お前の手で殺してやること。てなこと言ってんじゃねえ。世界中の人間にとってどちらが勝手な言い草か、よくご覧のさ。くそ、アツマってさ、謎の男、ずっと謎の 男やってんけど、あれ誰な、ほんま。あんな奴の言うこと気にする必要なんかない。迷っている暇があるならとにかく進むんだ。あ、進むの。いや、こんなとこで話したな。よ、こんなとこで話せな。こんな狭いとこでさ、無理やわ俺。公式強すぎやけど余計無理やわ。中入っていきますかならね。だいぶまだ時間もちょっとあるし。お、賢者の塔中央部。あれ、まさかこれまさかこれさ、いろいろまだ賢者の塔の中でも行くところが結構あるみたいな感じかな。さてと、ライガ、賢者ってどこにいるの。塔の頂上にあるイオリにお住まいです。頂上にあるイオリ。はあ、この塔の頂上ってなんだか暮らしてて不便そうね。そうそう、食べ物とかどうしてるの。いちいち下に取りに行くわけ。いや、ここはゴーレム王時代に作られた建造物だ。人工的に食物を生成する装置や半永久的な動力機関などがあり。やばそれ。に完全にニートやんか。頂上では何不自由ない暮らしができるんです。それじゃあ一生降りてこなくて平気そうね。完全にニートやんか。賢者様は、賢者様イコールニートやんか。200年は降りていないとおっしゃっていた。はぁ、え、ちょっと待って。え、今なそれ何歳、え、何歳何歳、え、何歳よそれ。いや、20年ほど前に一度降りて話はいいからさ、早く行こうぜ。20年前。ああ、まあ行きましょう。いやでもね、今回はまあこれぐらいで終わりにしましょうかね。いろいろね、この中も探索していかなあかんみたいやし。ああ、やっぱりちょっと行かなあかんパターンかなっていう思うんで、今回ここで終わって次ね、動画でやっていきたいと思います。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトルゴジョン縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。